討論の通告があります。順次これを許します。吉川はじめ君。共同会派立国者社民党の吉川はじめです。ただいま議題となりました地方税法等の一部改正案、地方交付税法等の一部改正案に対し、会派を代表し、両案に反対の立場で討論いたします。昨日、全国の小中高等、特別支援学校の週明けからの一斉休校を要請することを、総理が突如として表明いたしました。政府が基本方針を発表したのが25日、イベント自粛を打ち出したのが翌26日、そして昨日の一斉休校です。日付をまたぐたび、唐突に打ち出される対策は、大きな混乱を日本社会に招いています。一斉休校では、期末試験や進級判定を控えた学校現場がどう対応するのか、保育園、幼稚園、そして学童はなぜ除外されるのか、小学校低学年や障害を抱えたお子さんを持つ家庭にどう対応していくのか、一切の説明がありません。これでは無用な混乱を助長させかねません。昨日の今日だから、昨日の今日だからという言い訳は通用しません。昨日の総理の要請通り、来週から休校するなら、小中高校生にとって、今日が学年の最終日となるからです。まさに昨日の今日で学校現場は対応に追われています。丁寧で、そして早急な説明と対応を政府に強く求めます。説明抜きの政府の姿勢は予算審議でも鮮明になります。桜を見る会、大きく揺らいだ総理の答弁、ご都合主義の公文書管理、三権分立と法治主義を揺るがせる東京高検検事長の定年延長、さらにはカジノ汚職など、いずれの問題でも政府は国会、そして国民が納得できる説明を回避してきました。自らを正当化し、政権の延命のみに躍起となる安倍内閣に予算の編成、執行を委ねることは、国民生活、そして日本社会の将来にとって、もはや大きな障害になっていることを強く指摘させていただきます。地方税法等の一部を改正する法律案について申し上げます。所得や資産の格差が拡大する中、地方税制においても分権自治を進める立場から、税源以上をはじめとする税の分権化が求められています。しかし政府案は企業に対して手厚い減税策が並ぶ一方、国民の暮らしに安心の火を灯すような税制改正にはなっていません。具体的には、企業版ふるさと納税が地方創生にどれだけ貢献してきたのかすら明らかにしないまま、税額控除割合を現行の3割から6割へと一気に2倍に引き上げます。また、電気供給業にかかる法人事業税の見直しでも、それによる減収分の代替財源がすべて確保されているわけではありません。企業優遇ありきの地方税見直しと言われても仕方ないのではないでしょうか。森林環境譲与税の見直しが行われます。森林整備の財源を手厚く確保していくことに異論はありません。しかしながら、依然として譲与割合における人口割の部分が3割を占めることにより、森林のない都市部に
譲与額が偏重する問題が放置されたままです。森林環境譲与税の一条、森林の有する公益的機能の維持増進という目的に資するよう譲与割合を見直して、林業需要の高い自治体への譲与額を増大させる仕組みへと変えるべきです。未婚の一人親に対する税制上の措置及び価格控除の見直しなど、評価できる内容も盛り込まれているものの、以上のような観点から反対するものです。次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について申し上げます。2020年度の地方交付税総額は2年連続で増えました。地方が自由に使える一般財源総額も過去最高を更新しました。しかし、今回の交付税法改正案と地方財政計画は、前提となる経済成長見通しが極めて甘い。そのため、今年度同様、結果的に交付税の減額補正を余儀なくされる危険性をはらんでいます。交付税原資である国税5税のうち、増税された消費税分と偏在是正措置による地方法人税収以外は減収が見込まれていることを考えれば、法定5税の法定率を引き上げる以外、交付税の財源を安定的に確保できる道筋はないと考えます。財源不足を補う臨時財政対策債も、約3兆1400億円の規模で発行されます。企業債の元利償還金を充当するため、新たな赤字地方債を発行するという現行の仕組みは、将来的に地方財政を圧迫し続け、住民生活に影響を与えることになります。抜本的な見直しを行うべきです。自治体の臨時非常勤職員の処遇改善に向け、会計年度任用職員制度がこの4月からスタートします。期末手当の支給等にかかる経費も計上されています。しかし、期末手当の支給と並行して、月額給与を削減する、フルタイムからパートタイムへの転換を進める、さらには臨時非常勤職員が多い職場を丸ごと外部委託にしてしまうといった事例が取り沙汰されています。今回の措置は一歩前進ですが、金額が不十分である上に、人件費としての位置づけがないことから、制度の安定性に問題を抱えています。臨時非常勤職員の処遇改善に向け、さらなる制度の見直しと財源措置を求めるものです。地域社会再生事業費4200億円の創設は、その算定にあたり、人口減少地域や人口密度の低い地域、すなわち条件不利地域に手厚く算定を行う仕組みとした点は評価します。ただし、その財源が本来地方の財源である法人関係税の偏在是正効果に依存していることは、自治体間の分断を助長させ、自治体全体の課税権を縮小するという問題をはらんでいることを指摘しておきます。緊急防災・減災事業費の対象事業の拡充、台風や集中災害で近年多発する河川の氾濫に対応する浚渫推進事業費の創設や技術職員の充実は、大規模災害対策に資するものとして、一定程度評価できます。制度のさらなる充実と事業費の安定的な確保を求めるものです。最後に、新型コロナウイルスによる感染症について再び触れさせていただきます。不安を抱える住民に直接対応し、感染防止を図り、万全な検査、治療体制を整備する中心に位置するのは自治体です。ところが、住民の健康や公衆衛生を地域で支える保健所の数は、1989年度の848箇所がから、2019年度には472箇所にまで激減しています。また、感染症病床全体の6割を占め、感染症医療においては非常に重要な役割を担っている公立公的病院の再編統合を進めようとしているのは、他ならぬ安倍政権です。新型コロナ対策も含め、地域医療の中核を担っている400以上の公立公的病院をリスト化し、一方的に再編統合を求める主張は、国民の安心を奪うものであり、この機会に一から見直すべきです。そのことを最後に申し上げ、
反対討論といたします。ご清聴ありがとうございました。足立康史君。